ハロー YouTube。 さあ、今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、トヨタがですね、2024年度第2四半期の決算内容を発表してきました。販売台数、収益性ともにですね、これ悪化しています。その上ですね、EV 販売台数という観点でも、伸びが鈍化していると。まあ、このようなですね、最新動向を含めて、果たして2025年シーズンですね、さらに進んでいくと見られる EV シフトの中においてですね、収益性とどのように今後ですね、成長と両立をしてくるのかと。この辺ですね、さらに、比較、競合のですね、フォルクスワーゲンだったりですね、中国 BYD なんかともですね、この決算内容を比較しながら、考察を行っていきたいと思います。で、まずですね、今回取り上げていきたい存在というのが、世界最大の自動車メーカー、トヨタの、2024年度第2四半期、一般的に言えば、2024年の Q3 のですね、決算内容となります。現在、トヨタは、ドイツフォルクスワーゲンを抜いて、世界最大の自動車メーカーです。特に、レクサス、ダイハツ、日野を加えたグループ全体で、2023年度は、1109万台をグローバルで発売することに成功しています。売上も45兆円に到達しながら、営業利益も5兆3500億円と、日本最大の企業に君臨しています。他方で現在世界全体のバッテリー VC 率がすでに 15% 程度という状況からもこの EV シフトに対応することができるのかと、特にテスラや中国勢が高性能かつコスト競争力の高い EV を次々とラインナップする中において、果たしてトヨタが競争力のある EV を本当に作れるのかと、その動向を探るためにも、特に足元の EV 販売動向及び収益性や研究開発費などの将来投資も含めた決算内容を定期的にチェックする必要があるわけです。そしてそのような背景において今回公開された2024年 Q3 における決算内容について、まずはじめにトヨタのグループ全体の Q3 販売台数は 273.7 万台と、前年同期比で 3.8% のマイナス成長を記録しました。この販売台数減少についてはダイハツの不正認証問題による生産停止が影響していると説明されているものの、トヨタとレクサスに絞った販売台数も前年同期比で 3.6% のマイナス成長です。これも不正認証問題の余波として、ヤリスクロスやカローラが Q3 の間に一時的に生産を停止していたことが要因の一つであると説明されているものの、後に詳細に説明する通り、日本国内だけでなく欧州市場においても 5.4% のマイナス成長、北米市場も 8.5% のマイナス成長、そして中国市場も 9.7% のマイナス成長でありですね、全ての主要マーケットにおいて販売台数が減少した四半期となってしまっているわけです。他方でその売上に関してはズバリ11兆4400億円と前年同期比でほぼ横ばいです。販売台数の減少を踏まえると検討している様子が見て取れると思います。これは欧米市場を中心とするより単価の高いハイブリッド車の販売台数が順調に伸びていることで、販売台数減少の影響を相殺することができていることを示すと思います。またそのハイブリッド車の販売構成比率がトヨタ、レクサスのみでですね、これ Q3 単体で 42.5% と過去最高水準に到達したことによって収益性も史上最高に到達している、この点がポイントです。このグラフは四半期別の粗利益及びマージンの変遷を示したものです。この通り Q3 単体におけるマージンは 26.96% に到達しています。データをですね、これ収集済みの2019年 Q4 以降トヨタ史上最高のマージンを確保することにも成功しています。つまりこれはどういうことなのかといえば、販売台数が減少してしまったとしても、その分だけ収益性の高いハイブリッド車の販売割合が上昇と、売上ベースだけでなく粗利益という観点でも販売減少の影響を相殺することができているわけです。特にトヨタは粗利益単体の数値を公開していないので、大手メディアでは粗利益への言及が非常に少ないものの、このマージンはちょっと驚異的なわけです。いずれにしても販売台数が多少減少しているという点はトヨタとしてはもはや何も問題ではなく、しっかりと収益性を確保できているという点でですね、特にハイブリッド車とガソリン車の生産コストの差が極めて小さく、その分だけ台当たりの収益性をさらに高めることができているというですね、トヨタの収益構造の強さが見て取れるということを示していると思います。他方で販管費や研究開発費を差し引いた営業利益という観点は、この Q3 は 10.1% と前年同期比で 19.6% のマイナス成長となりました。トヨタの経理上におけるドル円は前年同期比で5円の円安です。その分収益性にはプラスに働いたものの、労務費や諸経費という販管費が増大、その上で北米市場における日野の認証問題への対応費用として2300億円が追加計上されています。いずれにしても
確かに史上最高水準に到達した2023年後半と比較すると低下していることは間違いないものの、その内訳を考慮すればですね、この営業利益の悪化は中国市場を除いて特に心配する必要がないとは感じます。ちなみにこの市場別の収益性を示したグラフを見てみると、特に北米市場についてはこの通り、 Q3 はほとんど利益を上げることができていないように見えるものの、北米における日野の不正認証問題への対応措置を踏まえるとさほど気にするようなですね落ち幅ではないとは感じます。また北米市場における販売台数の減少についても、その理由についてトヨタ側は需要の高いハイブリッド車の生産が間に合っていないことが理由であると説明しています。この Q4 以降生産体制を拡充することで需要に対応すると説明していることから、 Q4 以降の決算内容に注目していきたいと思います。ただしその唯一の懸念マーケットである中国市場について、この通りまず Q3 単体の販売台数は 45.6 万台と前年同期比で 9.7% ものマイナス成長にとどまりながら、なんといっても収益性という観点では前年同期比でなんと 25.4% ものマイナス成長と、中国市場における収益性が急速に悪化している様子が見て取れます。つまり販売台数以上に収益性が悪化しているということは、さらなる値下げ圧力にさらされているものと推測可能なわけですよね。その上で今回の決算発表に登壇した宮崎副社長は、さらに中国国内の値下げ戦争がもう一段階加速する可能性も危惧しています。よってですね、この 2,3 年は特に収益性という観点で中国市場でしのぐ期間が続くことになる見込みです。それでは今回発表された2024年 Q3 の決算内容が競合と比較してどれほど実現しているのかを比較していきたいと思います。まず比較していきたいのが世界第2位のフォルクスワーゲンです。このグラフは四半期別の販売台数と粗利益率を比較したものとなります。この通り COVID-19 の影響を受ける前はフォルクスワーゲンとトヨタは販売台数という観点では横一線です。粗利益率はトヨタがわずかにリードするという状況だったものの、この通り Q3 単体では56万台もの差がついており、それ以上に粗利益率ではまさかの 10% 以上の差がついてしまっているわけです。まさに販売台数とともにですね、原価コントロールという観点でもトヨタがフォルクスワーゲンを突き放しにかかっている様子が見て取れます。まさにですね、これ EV シフトは一切関係なくフォルクスワーゲンがシンプルに凋落し始めているトヨタにですね追いつけなくなっていることが見て取れるわけです。そして今回もう一社比較したいのが中国 BYD の存在です。この通り確かに販売台数という観点では Q3 単体で BYD の 2.5 倍とトヨタが圧倒しているものの、その粗利益率という観点では BYD も 21.9% とトヨタを猛追しています。既に解説している通りですが、 BYD グループは電子部品の製造部門である BYD エレクトロニクスが含まれています。それを差し引いた自動車関連部門に絞るとその粗利益率は 25.6% とトヨタと同等の水準を実現してしまっています。いずれにしても実は大衆ブランドを有する自動車グループとしてですね、世界最高水準の粗利を確保するトヨタに対して中国 BYD もすでに同じような収益水準に到達しており、しかも BYD はトヨタでさえ収益性を悪化させている中国国内の販売台数が9割以上を占めていることから、やはり BYD の原価コントロールも同様にですね凄まじいレベルにいる様子が見て取れます。何より BYD はトヨタを含めた既存メーカーがガソリン車と同等の収益性を確保できていないバッテリー EV と PHEV しかラインナップしていないため、今後の EV シフトを考えるとですね、EV で稼ぐ力という意味においてですね、トヨタはこの BYD に立ち向かっていかなければならないと、チャレンジャーである様子が同時に見て取れるとは思います。さらに気になる比較というのが、その次世代投資という観点で重要な指標である研究開発費という観点です。この四半期の研究開発比率の編成を見てみても、BYD はトヨタの倍以上の研究開発比率に達しており、ドル換算でいくとなんとすでに Q3 単体では、トヨタと BYD の研究開発費が接近してしまっています。販売規模を考慮に入れれば、やはり次世代投資のために BYD が研究開発に全振りしている様子が見て取れるわけです。この投資が数年後の EV において花開くことになることから、その現時点における EV で稼ぐ力とともに同時に警戒しなければならないポイントであることは間違いないでしょう。そして最後にその BYD との比較で重要となるトヨタの EV シフトという観点です。まずこのグラフはトヨタのバッテリー EV と PHEVの月間販売台数の変遷を示したものです。この通り最新の9月単体では 11,229台を発売したものの、前年同月比でたったの 2.7% しか成長することができていません。2024年に突入して販売ペースが
失速している様子が見て取れます。そして問題はこの直近の販売動向を鑑みて、トヨタが2024年度におけるバッテリー EV 販売目標を引き下げてきたという点ですね。もともと 17.1 万台だったところを今回16万台に下方修正してきました。実はトヨタは昨年度でも高い EV 目標をまず掲げては、年度末に向けて下方修正するということを繰り返しています。2024年度半年間で 7.8 万台であることから、まずは下方修正された16万台を達成できるのかと、修正前の 17.1 万台にどこまで近づけることができるのかに注目していく必要があります。いずれにしてもトヨタは2026年シーズンのバッテリー EV 販売150万台、2030年の350万台に対してすでに絶望的な状況であることは間違いないでしょう。特にですね、これ2024年度までに投入される中国市場の BZ3C と BZ3X がどれほどの販売台数を達成できるのかと、さらに2025年度中に投入されるスズキ E ビターラのですね OEM 供給車両および商用系 EV も含めて、どこまで EV シフトを進めることができるのかにも注目する必要がありそうです。ちなみに個人的には中国市場で急速にシェアを拡大する PHEV とレンジエクステンダー EV 市場にどう対応するのかも見どころです。特にトヨタは PHEV を実用的なBEVとして定義していることもあり、特に中国市場ではこの 1、2年、バッテリー EV とともに絶対に捨てることができないセグメントであることから、このトヨタの新型 PHEV もしくはレンジエクステンダー EV の動向にも注目していきたいところです。はい、このようにしてですね、世界最大の自動車メーカートヨタの2024年 Q3 の決算内容については販売台数や営業利益を落としてしまっており、メディアがその問題点を指摘しているものの、個人的には自動車メーカーの中では最強の収益性を実現していることには変わりなく、北米市場の生産増加によってこの24年 Q4 以降の販売台数はしっかり、伸びていくだろうと推測されています。そして中国市場についてはどこまでですね、販売規模の減少のスピードを緩やかにしながら最低限の収益性を確保してしのげるのかがポイントとなりそうです。他方で足元の EV 販売台数が減速しているという点、特にトヨタの想定以上に売れていないことでですね、度重なる下方修正というのはトヨタの当初の想定との乖離がある様子が見て取れるわけですよね。これはですね、まさに経営陣の想定と実際のですね、これ需要、このバランスがですね崩れているということを示していると思います。2026年150万台の達成はすでに不可能な情勢であることから、これを下方修正するとしたらどれほどの下方修正となるのかと、今後のバッテリー EV 投入計画の見直しも含めて続報に注視する必要がありそうです。そして何といってもすでに EV だけでトヨタと同等の収益性を実現してしまっている中国 BYD こそですね、おそらく 2、3 年後までにトヨタの最大のライバルとなっていると確信しています。何にせよですね、今回のトヨタに関してはこの 2、3 年でですね、中国 BYD との最終決戦を迎えることになります。それまでの間にですね、トヨタは今ですね稼いでるお金をですねとにかく使ってどんどんですねこれ研究開発加速させていってですね、なんとかですねこれコスト競争力の高い EV をですねそこまでに完成させていなければなりません。果たしてですねそこに追いつくことができるのかと、そしてですねその際の新型次世代 EV のですね、コスト競争力はどれほど実現できているのか、このチャンネルでもですね、実際に検証、もちろんスペックもですね詳細に分析しながらですね、そのトヨタの次世代 EV の比較、なんといってもですねこのですね数年の間、このつなぎのテクノロジーとしてですね現在中国市場を中心にですね急速にシェアが拡大している PHEV 対応どうするのかと、レンジエクステンダーやってくるのかちょっとこの辺わかりませんけども、これらのですね最新動向なんかも分かり次第ですね、このチャンネルでは定期的にですねこれ情報アップデートしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。